はい、の幸いでございます。ではゴッドオブオラグナロクやっていきましょう。でながらも前回ですね、メインストーリーはもうクリアしたので、今回はサブで出てきたこのアースガルズの残骸というのをですねやっていきたいと思います。崩壊したアースガルズの残骸が区界中に落下した。今もなおオーディンに忠誠を誓うエインヘリアルたちがアースガルズの残骸周辺で野営をしている。放っておけば集結し、癒えようとする世界にまたもや問題を引き起こすだろう。奴らはバルハラに送り返さねば。野営地を襲うってやつですね。どうしようかな。ミズガルズから行ったらいいのかな。これなんだろう。あ、ここの狭間の門が未発見になってるな。あ、解放できた。これなんか亀がいる。あー、こうか。ウルスの泉だから、これはどう、こっから行ったらいいのかな。これか。こうか。いや、なんかあそこ光ってる。え、これ？え、これ入って大丈夫なんだよね。うわ、なんか声がする。うわ、来た。あ、これは。
い、お疲れちゃん。おいよ。他にも破片が飛び散っておるとしたら、エインヘリアルが世界を脅かし続けるじゃろう。私たちで対処しましょう。このままでは世界の傷も癒えないの。何だ、いくつだ。探してみるしかない。ここ何？あれ？強固な残片。うわー、これを集めなきゃいけないのか。え、ワンワン来てる。あ、ワンワン来てる。次どこだ。ミズガルズの区界の湖、ミズガルズ、大変だなこれ。オーディはお前。ミズガルズの区界の、あ、これか。何の剣をどうやって手に入れた。わしが答えよう。オーディンはフレイがこの世で最も美しいと思える女人に姿を変えたんじゃ。それで剣を手放したのか。ええ、それはもうありえない速さで。フレイの手元に戻って何よりだ。ええ。あ、光ってるね。光ってますね。虹色に光ってるわ。あれ？なんか上だね、あれ。あれ？どうやって上がるんだっけ？うわっとっとっと、キュッキュッ、ちょ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 ロッド、ちょっと、ちょっと、いっぱいおる、いっぱいおる、ちょちょちょ、ちょっとあんたら多いわ、ちょっと。後ろに注意じゃ。あ、これまたずるいやつ。ちょ、狭いって。分かってる分かってる、燃えてる。
ってる分か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 ってる。よしよし。ほら、ポッキンだ。おいや。ああ、何この話。こんな狭いとこでさ、ボコボコにしないでよ、ちょっと。よかった、防御上げといて。これで終わり？違うよね。あれ？今のたまたま？なんか落ちてる。あ、来た。南の国の彫像のようじゃな。あ、来た来た。よし、参ろう。うわ、またなんかうるうるしてる、うるうる言ってる。いや、乗り手ったってね。
兵士ならば主君の生死に関わらず忠義を果たす名誉のためにな。うん、命令通り各世界を支配しようとするはずじゃ。なら阻止するな。よし、次どこだ。アルフヘイムの砂の小道。中にヨルムンガンドの痕跡が残っているけれど、ラグナロクで消えたのではなかった。伝説は真実じゃったということじゃろう。トールの一撃であやつは時を遡ったんじゃよ。生まれたてのヘビがやがてあの世界ヘビへと成長するんじゃ。ヘビは初めからアトレウスを知っているようだったと言ったが、ヨトゥンヘイムで出会ったのだろう。続きはまた後にしよう。実はそれについて仮説があるんじゃ。アトレウスはヨトゥンヘイムで魂を移す術を学んだが、それに関係あるのではないか。つまりトールに恨みのある巨人の魂をヨルムンガンドに移したということ。いかにも。それが誰かは分からんがの。そもそもヨルムンガンド自身、かつての己を覚えているかどうか。よし、アルフヘイムの砂の小道。ああ、こっち行ったらよかったんか。ここね。
あれか。うん？あれ？あ、これか。うわ、光ってる。よし、行こう。わーいつなったんだ、わーわアースガルズ亡き今、エインヘリアルは一体どこへ行くんじゃ。バルハラはアースガルズの内外に存在するものだし、どうなったのかしら。あやつらも安息の地を探さんとな。この辺は不毛の地か。あ、ここね。あ、結構遠いな。
移動がもっとスムーズにいけたらね、本当にいいんだけど。あれ？なんか間違え、あ、ここだ。どっちにしても、どっちにしても遠いか。ちょっと待て、あれはトールの土とやつの娘だ。え？父様、見てて。え、どうしたん？おお、頑張ってるな。へえ、こんなイベントあったんや。あ、それは知らなんだ。どうだった？なかなか見物だったでしょ。うっかりしていたわ。こんなこと言うのもおかしい気はするけどさ、あのスルーズってのはいい子だね。生まれは別としてさ。そうね、若いのに立派だわ。やっぱあんたも好き。森であの子があんたを見た時のあのかしこまった顔ときたらね、あんたに憧れてんだわ。あの子はバルキリア全員から学ぼうとしていたわ。ミョルニルを手にした今ならシグルンからも多くを学べるはずよ。ようやくあの父にふさわしい持ち主が見つかって、ブロックとシンドリもきっと喜ぶはずよ。まさか未来のバルキリアとはね。陛下は何作りたいの？これってよその国の工芸品？お、ちょうどいい。あ、レベル9だ。よしよし。フレイヤ、フレイの旅の話の続きじゃが、あやつの恋は儚くも終わりを迎えたのか。ええ、そうね。打ちひしがれた兄は異形をなして彼女の愛を取り戻そうと思ったが、兄はその壮大な愛の告白のため謎に包まれたビフレストの光の源を誰より早く見つけようとした。そして成し遂げたの。まあ偶然ではあったけれど、兄は万神族の薬草の力を借りれば源にたどり着けると信じ、夢の世界でまどろみながら旅をした。話はそこまでだ。いいな。え、これどうやっていくの？なんか光ってる、光ってるのは見えるんだけども、どうやっていくのかな。こっちか。
わあ。行くか。うわ、ちょっと。気をつけろ。リクエストに覆われた。いらっしゃいや。あ、ダメだ。強かったなんか輝く合金。よしよし、以前撮ったやつだね。次は結べるヘイムの灼熱の断壁。結べるヘイム、結べるヘイム。カモン、行くよ。もうフレイヤー、フレイはどうやって偶然リフレストの光の源を見つけたんじゃ。得意技を使ったの。薬草で無限になったまま放浪したの。そしてついに兄は世界中から魂の湖へと抜け出す方法を見つけたの。湖から誰かが現れるなんて初めてのことだから、注目の的よ。そりゃまた愉快じゃの。自慢の魅力でエルフを虜にしたのか、はたまた偉大な神だと思われたのか。とにかく兄は義務感から旅に出たわけではないから、すぐにアルフヘイムを去ったのよ。けれど兄の降臨が何世代にもわたり伝説として言い伝えられ。話は中断じゃ。結べるヘイム、結べるヘイム、どこら辺だ。ムスベルヘイム、
あ、これか。あそこやんね、もうどう見ても。あれ？ここはどう？から回っていくしかないのか。あれでもなんか遠くになってるような気がする。あ、こっちか。アースガルズの残骸はどれだけあるのかしら。世界一つ分じゃから途方もない数じゃろうな。終わった。そうはさせん。ここは大丈夫かな。よし。
よし、はい、今回はね、どんぐらいいってたろう、あと6つ一掃したアースガルズの残骸は5つなので、あと5つ2345、あと5つですね。はい、次回以降ね、ここを進めていきたいと思います。はい。では、ここまでね、ご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。